皆様、ご機嫌いかがでしょうか。穂積寺住職の義善坊翔斗君こと脇田直樹です。今回は暦の活用がテーマとなります。ぜひお手元に手帳をご用意いただけたらと思います。幸運日とかですね、不運日など暦を活用して日常の中に取り入れることで、いつ大きな決断、そして物事をスタートさせるか、そしていつ気を引き締めて災いを避けるかを読み解くことができます。運気は目で見ることはできませんが、流れに乗ることで物事がスムーズに進んで、チャンスも舞い込みやすくなってきます。それでは2月の暦をランク付けしてまいりますので、手帳の欄に一緒に書き込んでいきましょう。こちら監修する真結び手帳となります。では2024年の S ランク幸運日、これはいつかというと17日です。はい、ぜひ書いてください。17日で、 A ランク幸運日は19日と26日、そして2024年の S ランク不運日は、気をつけてください、28日です。そして A ランク不運日は15日と27日の2つ。ではその内容を詳しく解説していきましょう。まず幸運日から。2月7日は一粒万倍日、月徳日、これが、ちょうど入ってくる日です。でランク的には B ランク、開運ランク B ランク。一粒万倍日というのはよく聞きますよね。開業だったりとか宝くじ購入など、お金にまつわることに吉運があります。あと結婚なんかにもですね、向いた日ですね。で月徳日、月、月曜日の月に徳、徳の高いの徳、そして日と書いて月徳日。こちら基本的に万事に向くという吉日です。月の幸運を守護する神様がいるよとされる、そんな一日なんですね。で、7日はですね、判断力に優れている、優れやすくなるので、大きな買い物に迷った時も的確な判断を下せると言えます。買っても買わなくても損はしません。自分の直感と考え、これを信じてください。もしも大事な人と出かけるのであれば、遊園地やテーマパークなど活発に遊び回れる場所が金運を呼び寄せてくれます。次に2月17日、こちらは大明日、母葬日、そして天音日の3つが重なるという S ランク大吉日ということになります。まずこの大明日というのは、大きいに明日と書いて、ライフイベントに適する日です。建築や引っ越し、結婚式、旅行など、冠婚葬祭に非常に向いた日ですね。そして母葬日、これはですね、母に蔵と書いて日、縁起がよく、特に入籍や挙式に向く日です。あと引っ越しなんかも向いてますね。まあ、とにかく縁起を担ぐにはこの日。そして天音日、天音日は天に恩赦の恩、そして日と書いて、祝い事全般に向いている日です。ここは金運、くじ運とかですね、買い物とかですね、あと結婚、引っ越し、こういった何でもござれの素晴らしい一日、天の恩が与えられる日です。でこの S ランクの日は、17日はですね、いつもより比較的良いコンディションで何事もタスクを処理することができます。でこの一日はとても落ち着いた、無駄のない行動を自然と取れる日なので、いつもより調子がいいなって感じる、そんなことも多々あると思います。で効率よく動けるので、疲れもたまりにくく、健やかな一日になるでしょう。もし宝くじなんか買うんだったら、この日かなっていうところですね。そして2月18日、こちらは天音日、開運ランクは C です。天音日は先ほど言ったようにですね、祝い事全般に向いているところです。なので何かこうお祝い事をしたいんだったら、ここですね。でこの日というのは、エネルギッシュに物事に打ち込めるタイミング、
できるだけ攻め気を出して仕事に取り組むといいでしょう。で、天王日なので、自分一人の成果にせずに、こう周り全体で、チーム全体で成功するというイメージを持つことが開運の秘訣です。それが功を奏して非常に高い評価につながっていくのではないでしょうか。そして2月19日、一粒万倍日と天王日が重なる日です。開運ランキング A クラス。一粒万倍日はさっき言ったように開業や宝くじの購入なんかに向いている日です。ですね、普通のくじもいいんですけど、この日はですね、ロトとか数字にまつわるもの、こういったところがですね、当たりやすいかなというところですね。そして天王日あるので祝い事も OK、 当たったお金はちょっと皆さんに分け与えてあげるとさらに運気はアップです。で、この19日は臨時収入があったり、あとギャンブルなんかでプラスが出たりと金運は絶好調の日です。ただ追いすぎは禁物。ゆったりと自由に過ごせるような心の余裕を持つようにして、感情を高ぶらせないようにしましょう。そしてこの日に手にしたお金は結局流れていきます。だけど執着せず自由に使うことができるという意味では、吉ですよね。なのであんまりこだわりすぎないこと、執着しないことが大事。そして2月の22日、はい、ここも1個しかないんですけど、大明日のみの日ということになります。で、大明日だけなので C ランクで、大明日はですね、ライフイベントに適する日です。建築、引っ越し、結婚式、旅行なんかに向いています。なのでどこかにちょっと簡単に出かけるとか、どこかにお参り行くとか、そういうのに適してますね。で、この日自分のエネルギーが非常に強くなる日なので、その波に乗って仕事なんかもですね、こなしていけると言えます。ただ、自分自身が苦手な分野を任される場面もあるかもしれませんので、勢いに任せてやろうとするとつまずいてしまう恐れが。パワフルさの中にも丁寧さを意識して取り組んでみてください。では、そして、2月の最後の吉運日、大安、そしてこちら大明日、2つ入りますね。ですね、ランク的には A ランク。ライフイベント、自分自身のプライベートごと吉。そして、あと、大安ということで、日にちがとても良いよ、日取りが良いよということですね。で、ここは良好な金運が巡る日です。額は少ないですけど、少額なんですけど、お小遣いがもらえたりとか、ご褒美をもらえたり、プレゼントをもらえたりしそうです。で、前を見てですね、明らかな気持ち、朗らかな気持ちでいましょう。笑顔で過ごすことで金運も開けてきます。あと、何か報酬、プレゼントをもらえたら、にっこりと笑ってお礼を言うのを忘れないように。何事も気は心です。そしたら、ここから今度はですね、気をつけるべき風運日について見てまいりましょう。2月の風運日はまず15日、こちらは赤光と実施日なので、風運ランキング A クラス、ちょっと注意ですね。赤光は赤に口と書きます。ここはですね、何事をするにも慎んだ方が良い、忌むべき日です。そして実施日はことごとくに不吉の影がつきまとう日というふうに言われています。ですが、ここ別にそんなに恐れることはなくて、あくまでそれって影なんです。不吉の影です。つまり、自分の心の中にやましいこととか、自分の中に悪いことしたなっていうような感覚があったら、それが表に出てくるという日なので、なんというか、光明盛大に日のお日様が当たる道を進んでいくといいのではないでしょうか。ただ、この15日、なんだかですね、ついてないなと感じてしまうことあるかもしれません。でも、それって思い込みです。ポジティブな発想でいれば、一見ネガティブに見えることでも、それって好機へと、チャンスへと変化、転換させることができます。陰陽転換と言います。逆境を跳ね返す力は、すでにもう皆さん一人一人の中に眠っているはずですよ。
そして2月20日、ここは不成就日、そして苦日。でも同時にですね、大安も入ってます。不成就日と苦日、大安が入ってる。それによって不運ランキング、ランクで言うと C ランク。で、不成就日というのはもうその名の通り、成就しない、物事が実らない日です。だからもうそういうもんだと、なんていうかもう高をくくっておく。で、苦日というのは何かというと、陰と陽がうまく調和しない日、アンバランスになったり、偏ってしまったりする日のことです。で、こちらの日、ピンチの先で素晴らしい幸運があなたを待っている可能性もあるかもしれません。立ち止まっていると逃がしてしまうので、ある程度思考を巡らして考えた後は、勇気を出して進んでみましょう。金運に関しては臨時収入がもしかしたらあるかもしれません。ですが、それは貯蓄に回すというよりは自分をより磨くために使うと運気が上昇していきます。そして、2月の27日。こちらも赤耗と十四日が重なる A ランクの不運日。何事をするにも忌むべき時であり、不吉の影が少し自分の周りにつきまとう日です。仕事運に関して特にですね、やや下降の傾向にある一日です。例えば部署内でですね、トラブルが起きてしまって、その余波が自分にも影響してきそうな、そんな予感があります。ただ、同時に集中力というのはあるタイミングなので、乗り切るのは実際は難しくはありません。この日はお昼休みなんかにですね、お昼休憩時にストレッチをするなどリフレッシュをする、こういったことをですね、取り入れて自分自身の気分転換を図りましょう。そして2月の最後の不運日、こちらは不成就日と黒日、黒日っていうんですかね、これが重なる日で、ランクインするんですけど、ランキングで言うとランク SS クラスの不運日です。不成就日はさっき言った通り、物事が成就しない日。で、この黒日、この日はですね、お葬式以外は何をやるのも良くないとされる特別の大凶日です。ここまで言われるとちょっとうってくるんですけど、お葬式以外やっちゃいけない。なので、あまり大きな物事を起こさなければいいのかなと思います。で、この日というのは感情的になってしまって、いつになく心がですね、揺れ動いてしまう、そんな日です。周囲だったり何か出来事に翻弄されてしまうかもしれませんが、その原因というのは突き詰めていくと自分の心の中にあります。開運のためには、ゆったりと自由に過ごせる時間を作ること。やるときはやる。そして力を抜くときは抜く。といったように、メリハリをつけることで、この日一日を安泰に過ごすことができるのではないでしょうか。はい。2月はですね、古くは如月と呼ばれてきました。和名でですね。で、2月というのはまだまだ冬の寒さが残っていて、たくさん洋服を着込みますよね。あと、当時、洋服というのは絹、衣と書いて絹というふうに呼ばれていました。絹をさらに着る。そして絹さらぎ、そこから如月と言われるようになったそうです。2月の他の言い方は梅見月とか初花月とか、あと雪月、雪を削る月と書いて雪月月、こんなものなんかもあります。皆さんはそんなこの2月にどういった目標を立てますでしょうか。よければ概要欄の方から教えてください。それではですね、今月もぜひ素晴らしい一日になりますように、幸運日と不運日、きちんと手帳の方に書き記してください。ということで、今回は2月の吉運日、そして不運日についてランキング付けして解説させていただきました。はい、本日も最後までご視聴誠にありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価、どうぞよろしくお願いいたします。では、この2月も皆様に全ての良きことが
さんさんと降り注ぎますように。ありがとうございます。